はい、皆さんこんにちは、田野治です。今ですね、チョンブリ県のアマタシティ工業団地の近くに通ってるんですけど、ちょっとね、検問所がねありまして、おそらくね、チェックあると思います。ちょっとこのまま、カメラ回してみたいと思います。あっという間で終わりました。ちょっとね、会社からね、ちょっとね、タイ人のスタッフが作ってくれた、ちょっと許可証もどきを、見せようとしたら、ああ、もういいということで、行っていいということになりました。あれ、こんな感じになっちゃうんですね。まあ、しょうがないですね。ちなみにこれ別に公式なもんじゃなくてね、別にね、民間的なもので勝手に書式作って、この人間は要はまあ外出する必要がありますよっていうのをね、書いてもらってるだけなんですけど、これが通用するならね、何でも通用しちゃうと思うんですけどね。まあなんかよくわからない、です。というか、まあ、みっちりやっちゃうとね、どうしてもいろいろね、問題というか、まあ、さっきもちょっとね、渋滞してたんですよね、その検査のために。で、ね、そんな渋滞作ってまで、やる必要があるのかってなっちゃうとね、どうしても、悩ましいところなんでしょうけれども、まあ、なかなか、本当ね、バランス難しいところですね。かといって、夜だけやっても意味ないというか、別に夜だけねやったからといってコロナがなくなるかって言ったらコロナって言っちゃった、例の病気がなくなるかって言ったらなくなることないですし、かといって全くやらないっていうのもね、感染広げるっていうのもあるんで、まあこれはね、各自も気をつけて、やっていくしかないんじゃないかなというふうに思います。まあ余計なね外出はしない、これはまあ一つ手段ですし、まあどうしてもね外出するっていう時はもうなるべくもう極端な話、用事済ますだけで余計なところ立ち寄らない、車から降りない、っていうようなね、ことも必要なんじゃないかなと思います。であとはまあね、消毒液をねもう常備準備して、車の中にでもね準備しておいて、何か触れば必ずもうすぐ洗うと、洗うというかそのね消毒するということでねやっていくしかないんじゃないか。あとはまあ密を避けるですよね。まあこれを守っていれば別に飲食店がどうのこうのとか映画館がどうのこうのとかっていうことではなくて、要はなるべくね接触を避けるということですよね。それが守っていれば別に何やっても大丈夫なんじゃないかなというふうには思います。はい、そういうわけで結構ちょっと拍子抜けした、とこでした。結構混んでたんでね、意外とみっちり検査されるかと思って、YouTube 的にはちょっと美味しい動画撮れるかと思ったんですけど、ちょっとスルーされましたね。ちょっと残念でした。私結構いろいろパスポートのね、現物じゃないですけどね、ちょっとね、プラスチックケースでラミネートしたパスポートですとか、外国人、他の動画でアップした外国人のね、登録証明書とか、あと、まあそのバイパーンって言うんですけどね、許可証、この辺全部常備して、ね、ぜひ来てほしかったんですけど、ちょっと拍子抜けのね動画になってしまいました。
はい、そういうことで、そういうわけでね、この辺で動画切りたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。